松松でです。す。精神科医の松崎さきです今回紹介するのは近く変容発作。主に統合失調症の治療中に起きる発作で「地覚の過敏化音が大きく聞こえる色が鮮やかに見える物の形が鮮明に感じられる」など「外界相帽化音が迫って感じられる周囲が迫ってきて感じられる人が迫って圧倒されて感じられる」など空間構造の階段体の一部が伸びる縮む物が大きく感じられる小さく感じられる遠くに感じられる小さくに感じられる体が浮いて感じられる など数分間から数時間の発作で夕方などの1日の疲れが溜まった頃に生じやすく眠ると消えるもの使用中の抗生神病薬が多ければその量を減らせば改善しうるものですが急に減らせば統合失調症の再発など招くので要注意短期的にはベンドジアズピンで対処することになるでしょう視覚変容発作統合失調症で生じるので幻覚かと思われがちでも違うものでした